本日はですね、岸田首相はね、えー、自民党内に処分を下しました、えー、この一番厳しいのは、離党・韓国で塩谷流,流とか世耕とかねで、党員資格停止なのが下村博文、西村光年、そしてパンツ、高木、えー、間違えました、高,高木剛さん、これは半年の方ですね、役職停止に関しては萩生田とか堀井学とか松野博一とかいろいろいるんですけど、まあ、こういう状況の中で岸田さんはですね、もう、これで支持率は上がったも同然だと。 いうふうに、こう思ってるんですね。なんでかっちゅうと、こういう脇の甘いことをやっております。身内にたかたん甘い、国民に舐めすぎ。岸田首相、長男・翔太郎秘書活動復帰。うん、何を言ってるんですかっていう。もうね、この岸田翔太郎さんっていうのは、自民党の支持率をあの下げた先犯だというふうに思うんですけども、この首相秘書官をやっていたんですが、うん、秘書に復帰していると。ただし、まあ、おそらく施設秘書。 ですね、うんえー、こういうい状況なんでですよねでこんなのは岸田さんがねもうこれだけ重たい処分をいろいろ下したんだとね私の大英断を見ようと国民はこれで私の支持は V 字回復ね、えー、こういうふうに固く信じている力強く思っているみたいな感じで,ですねこうやっているんですが皆さんどうですかどうでですか、うん、これで いやもう自民党の岸田さん素晴らしい、もうあなたは会計責任者が刑事訴追されているからあなただけはしろ、何の処分も受ける必要もない、ねえー、世論調査でなんか6割が岸田にも処分をとかって言ってるからそんなみんなアホやと、政党交付金が4月1日に160億円、ね、正関へ160億5332万円、ねえー、交付されることが決まりましたけど。 もう自民党素晴らしいやっぱり自民党裏金、ね、これで大解決っていうふうに思う人はどれくらいでしょうかじゃあそれをちょっと私は聞きたいんですけど、はい、え今日はその問題についてですね、えー、元白鳳堂作家の本間さんと聞いていきたいと思います。本間さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやあっちゅうわけで一番重たい処分を受けたのが塩谷隆と世耕広重でと離党勧告っちゅうのはですね、まあ、自民党から出ていくということなので政党交付金ももらえないし。 でさらに言うと無所属になるので、えーまあ、次の選挙を無所属で戦わなければならないとかですいろいろあるんですよ。で、うん、この塩谷龍っていう人は74歳で最近、あのーまあ、比例でね比例東海ブロックで通ってるんですよ。で見てみると結構順位も低くってですねあんまり選挙強くないんでね自民党のパーケン、あのー、部長の池田義隆、うん、あいつにも負けてるんですよ。 うん、なので、まあ、こいつはもうあのいらんかなっていうことで多分切られたんでしょうね。はい、もうこれ生贄だと思います完全に、ね、でそういうふうに思ってたらなんとあのね、えー、離島韓国の塩谷流に完全な「生贄にえだこれを機に全て暴露してしまえ!」っていうふうにこう言っている人がいてですねそれは何かというと小沢一郎さん、うん、まあ確かに塩谷流はどう考えても「生贄にえ」として、うん、まあ出されたと。 ねで離党勧告したんだったらもう全部ゲロってさでしかも自民党党執行部の独裁的対応とかっていうふうに言ってるからだったらもう自民党なんかもう離党して出る読めればいいねも<う>えー、ばいいもう無所属で出たらいいじゃないですかうんねえ、うん、それしないのかしないのかしないのよ<ー>しないのよまたね1年ぐらい経ったら戻れるかも とかかっててまた甘く考えてるからさ、まあ、ちなみにこうやって処分がどうのとかって言ってるけどこの人たち結局文通費とか議員報酬とか組めると4000万から5000万もらうんですからね議員辞職じゃないんだもんだってそうなの議員辞職韓国とかさ <laughs>、うん、韓国韓国ぐらいだと強制力ないけれど、うん、まあともかく離党したとしても、うん、選挙が行われるまでは ずーっと給料をもらえるわけでさ。うん、全然別に生活は困らないわけじゃない、結局、うん。うん、自民党から出てけって言われただけで、うん、しかもう離党勧告の場合は除籍、除名じゃないから、うん、一旦離党てもまた戻ってこれるわけよ別、うん,う,んうん。まあ、具体的には選挙の見過ぎを通れば、戻ってはこれる。うん、っていうことなので、別にそんなに、 あのー、もう、いもう、一期死にの問題じゃないよね、うん、確実。ちょっと恥ずかしいみたいな。うん、うん。まあで、これでも、離島でもその程度だから、党員資格停止1年間なんていうのも、これ、白文と西村の2人だけだもんね、しかもね。うん、2>, 2人だけなのっていうさ。あ、1年間はね。うん、ああパンツは半年間だけだから、もう、 パンツのの方ななんてもう何ら関係ないよね,これねあの皆さんパンツっていうふうに言われているのはですね高木剛さんでございましてなんでパンツって言われてるかっていうと高木剛さんご出身が福井の敦賀お父さんが鶴ヶ市の市長。 で鶴ヶ市の市長大変嫌われておりまして原発を誘致する際にですねもう将来腕がない子供とか足がない子供とか目が見えない子供とか耳が聞こえない子供とか出てきても原発で金が降ってくるっつってこう <laughs> 用意してちなみに今の言い方だいぶ本当に私変換して言っておりますので当時の発言差別用語多すぎて再現不能でそんなお父さん嫌われてるわけですよで,でそんなお父様のもとで育ったからなんかストレスがあったのかなんか女性の下着泥棒 がなんかそれそれをやっていていでですねでそれはもう福井県警を認めているそれが高木剛さんで通称パンツ高木でパンツ高木が2000年に初めて選挙に出て受かった時にはお父様の銅像にパンツがかぶせられた、えー、それ以降選挙に出るたびに、えー、下着泥棒というステッカーが貼られるようになったなど地元ではもう有名な話ということで、えー、高木剛と見るとパンツ高木。 というふうに言っていてさら、うん、に最近はもうめんどくさなくてパンツ高木じゃなくてパンツと呼ぶようになってるってもうはや誰のことかわからないという状態正体で <laughs> 初めてさ初めて見る人だっているんだからパンツって言われてもわかんねえから正解でパンツといえば高木のイコール高木だから <laughs> 知らんてそんなのああまあなでもほんとさ うおい員資格停止なんてどうでもいいよっていうさ、うん、あれだよね、まあ、なちなみにですよあのちょっとあのー、変わったニュースを紹介するんですけどもじゃあこの自民党のね処分がみんな納得してるのかってこういうのってやっぱりね地元の声を探ると面白いんですよで、うん、これ例えば下野新聞栃木県の新聞で甘すぎる真相が下野新聞あっ下野 部かねあの、うん、甘すぎる真相解明を自民裏金事件処分に栃木県民冷ややかっていうふうに言ってるじゃないですか、うん、これじゃあ誰のことをあの言っているのかっていうとですね嫌な和夫さんという議員がいるんですよで矢な和夫ってどこにいるかなどこにいるかなっていうふうにこう下げていくと嫌な、えー、和夫嫌な和夫どこだあいたいたいた,いた役職停止半年間やな和夫っていうのが。 いるじゃないですか。1746万句。はい。こういうふうにね、これもらっている。ちょっとこれで拡大しましょうか。この人です。うん。で、な名和夫議員のことを知っている人は、まあ、いないんじゃないですか。なかなか。<laughs> うん、まあ、初めてはい。えー、これはですね、あの、慶應義塾大学を出ていて、44歳で、えー、比例北関東ブロック、栃木3区。 なので生まれは東京、えー、大学も東京なので、まあ、正直栃木は何にも関係ないという <laughs> ま人なんですけど、まあ、栃木にいるんですよ。でじゃあそれに対して栃木県民が何て思ってるかっちいうと「いやもうあんなの全然あかんやん」と「お前なめとんか」っていうふうにめっちゃあの怒っているというふうに言っているんですよね。うん、で、えーこの まあ年金で暮らす立場を考えたら何百万何千万という金を適正に管理しない金銭感覚はどうかしてるっていうふうに怒ったり栃木市の河合町の会社員の,あの女性とかは金額に関係なく処分するべきであるずるいがっかりの一言全員が議員辞職してほしい議員という立場を離れるべきだ私腹を肥やしているわけではなくって国民のために頑張ってほしいんだ。 えー、他にも宇都宮市、えーえー、の74歳の男性は処分で幕引きしようとしているが真相解明が不十分である海を出しきなければ政治は変わらないこのままでは日本の未来が心配だとかまあ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 すごい、ね、あの厳しい意見で多分これ全国同じ意見だと思います、うん、どこ行しかも何かあのねあのこの中にですね宇都宮市の,です、ね、あの高校3年生の遠藤さん17歳っていう人のコメントがすごいんですよ。うん 政治倫理審査委員会に出席した自民党議員の説明に隠さずに言えばいいのに言い訳しているように感じた処分対象外になった岸田文雄首相に対して何らかの責任を取るべきではないかというふうに指摘した17歳すげえなって何かの17歳の女性最近の女子高生は勉強してはるんやでっていう <laughs> まあでも結構地方の新聞見ると一個一個こういうことがやっぱり書かれていてですね みんな怒ってますよっていう。うん、これあれだよね、あのー、つまり何て言うのこの問題が去年、うん、まあ発覚して大騒ぎになって、うん、結局さもう何約半年間ぐらいうだうだやり続けて、うん、だこれがね例えばだけどさあの問題が発生して例えば去年の年代ぐらいに。うん この処分の発表とかしてればね、うん、まだそこまで傷口が広がってなかったと思うだよ、ね、自民党にとってよ、うん、自民党にとってね。ところがだ、結局もうずっとうだ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 やってきて、でやっぱり成人神とか開いちゃって、うん、そこにそのあいつらが出てきて、みんな私と私たちはもう知らぬ存然、存、うん、でも全然何言ってんだか分かんねえみたいな。 話を展開させて、うん、結局どんどん傷口を広げてきたんだよね、うん、結局。うんうん、で傷口が思いっきり広がったのにそれに貼る絆創膏はこんなちっちゃい絆創膏をとりあえず、えー、とみんなに渡しましたみたいな勝うんうん、でしょだから結局誰も納得しないわけです。いやーこれで手術 V 字回復や翔太郎そろそろ議会に戻ってこい <laughs> いやおかしいでしょ。 やっぱりさ、うん、<laughs> なんでこれっ、まあ、<laughs> 結局たんんと、ほとんどの議員に対しては、なんか全然大甘になったわけじゃん。うん、でもその根底にあるのは何かっていうと、岸田が自分には処罰を下してないからって。結局自分は、なんか最初はさ、開国とかあるんじゃねえかとか言ってたけど、それすらなかったっていうね。<laughs> 全くなかったわけですさまあこれは皆様お怒りに皆様っていうふうに国会議員も誰も納得しないし、うん、そしてそれを見ている側からするともう何ヶ月も前からやってやっとやなんか処分らしきものを発表しちゃったら、うん、それがこれかっていうさ、うん、まあやっぱりちょまああのこういうものの本当あの日本人っぽい もう常にこうなるんだっていう悪いパターンを見せられてる感じだよね。うんうん、結局誰も責任取らない。首相っていうか自民党の総裁として何かしらやんなきゃいけないのに結局もう3ヶ月も4ヶ月もかかってやったのこれかと。うん、あと一番関与がんかさされている森喜朗に対しても。 電話一本でおしまいですかっていう。うん、森尾志郎のもとに岸田が行ったっていう行くとか、それぐらいのパフォーマンスしないでよく、いや、電話したけど確認できなかった。って、それはお前、誰の共感も呼ばないよねっていうね。誰も呼ば呼ばないよね。うん、むしろ怒りが増幅するよね。<laughs> っまあ、 これなあ危機管理能力も完全にず欠落してるからさ。いやしかもですよ、生贄にされた塩のが、伊藤勧告処分、不服である再審査請求もう、これなんか、なんかできるのかどうかわかんないけど、なんか今日発表するらしいですよ。これあの、<う>いつのニュースかっていうと12時54分、4月5日。で、<お>撮影してるのが13時40分なんで、記者会見するんだね。記者会見するんだ。 あーなんかお前しゃべれよなんかしゃべってよ全部森が悪いって言ってよだよねあ<れ>まあでも結局離島韓国されちゃったから、まあ、離島はせざるを得ない、うん、だろうねうん、うん、人を信頼ままにしとくと除名されるんでさそう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 ,もう余計重くなっちゃう、うん、余計重たくなっていう、うん、<laughs> まあそうだよな でもこれほんとまあそれは確かにさなんでこの2人がだけがそんだけの原罰で他の橋本聖子とかねうん全然軽いじゃないだって正直最近選挙弱いもんしかももう74歳だもんでしかも安倍にくっついてたやつでしょでも安倍もいないもんでなんかしかも座長だろ選挙弱いだろもう役立たずだよもう生贄にいけるこいついにえっていやもうその通りだと思いますよ <laughs> 不満がたまるのもそうだけどじゃあいいよもう塩野家新党とか作れや裏金ぶち切れ党とかさ <laughs> あそういうのでもうやればええやん名教止水党とかなやれやな <laughs> いや世耕広重とか本当にもう何がもう明教止水って横島な心が一切ない状態で住んで落ち着いてるっていうのを言ってしかもあの人は明教止水の心境に達しているとかっていうふうに 表現される評価されるもので自分に言うっていうのはね俺人気者俺かっこいい私って美人っていうか恥ずかしいいろいろやっぱり恥ずかしいよねもう存在が恥ずかしいあそれでもさそまあとにかくそういう目にあってもとにかくやめない、うん、っていうねもう、うん、なんだろう まあ結局国会議員であれば金ももらえるし、うん、議員であるうちはまああらゆる人たち師匠、うん、講演会とか、うん、支持者の連中からみんなさ先生先生って呼ばれるわけよ <laughs> 先生先生先生キーンって駒をする先生先生それは先生って歌あったないし全く分かんないですどういうことですか ん誰だっけ森子だっっけけ森忘れちゃったけどまあそっちの先生とは合っ,ってますね森さ子さん。えー、先生淡い初恋、うん、消えた日は雨がしとしと降っていた傘に隠れて桟橋で一人見つめて泣いていたっていう中で、うん、えっと思い続けたその人の名は先生先生それは先生なるほど。初恋で。 とでも思い続けただけで告白しなくって悲しい思いをして雨が降る桟橋の中で「先、え、生、ー、先生」先生とこう言ってるだいぶ違うよそれだいぶ違う違う違うなだいぶ違う先生しか先生しかあってないしかもあの森まさかの先生ひらがなだから、うん、そうわざとひらがなにすることによってその子どもとかその幼さのその,その多分気持ちとかも表現してる あのあの自民党の先生たちは先生って感じでどっちかっていうと。絶対感じで。塩では先生、今回もよろしくお願いします。<laughs> みたいなもそういう感じですよ。ああ、ちょっと森さ子さんにお詫び申し上げます。あ森政子さんにお詫びした方がいいですね。デビューシングルですからね。ああ、ほんさ。 先生ってさやっぱり呼び慣れてる呼び呼び呼ばれ,れて呼ばれ慣れているからさ、うん、もうそれがやっぱり手放したくないんだね絶対に気持ち悪くない先生とか呼ばれるの絶対だよねだから俺ほら講演会とか行くじゃない、うん、それで先生とか言われるから先生じゃなくていいですよといつも言うわけよ、うん、先生じゃないんでって、うん、本末さんでいいですよって いつも言う,言うと、みんななんか、え、ってなんか、機嫌な顔をするわけ。うん。俺、<も>基本さん付け。うん。基本さん付け。うん。安冨さんが東京大学辞める前の教授時代からずっとしてるけど、最初っから。あの、先生って呼んだことないね。うん、さん付け。普通じゃないの。うん。それでも。うん、先生。 いやだって気持ち悪いお、ね、前先生、いい本書いてますね。うちの YouTuber グーてませんかなんかなんかちょっとこう気持ち悪いじゃないですか。先生じゃねえだろうっていう。すな。本当、うん、でも国会議員はさ、やっぱ先生って <laughs> みんな周り言うからね。うん、あれもおかしいな、風習だよな。先生でも何でもいいだろうってう。みんな言われててさ。うん、で、しかもな。 大臣とかになった奴らはさ、大臣以上になった奴らみんな大臣って呼ばれるからね、辞めても。うん。辞めても大臣なのうん。あのー、大臣って呼ばれるのはもう少ないかな。あの、一回首相になった人は辞めてもずっと総理総理って呼ばれるよ。うん,うん。うん。あのー、何回か見たことある。気持ちある。 気持ち悪いよね。うん、なんでかなっていう感じなんだけどさ。まあ、まあ一、一一回ほら、一番上の位い行っちゃったから、うん、やめたとはいえさ、やめたらそれをまた元に戻して、さん付けするのはなんかはばかられるっていう空気があるのかもしれない。い最初からさん付けでええやないかねえ、ね、全然いいじゃないわ、うん、かんのだけど、そうではない。うんうん、で、しかも、この自民党のやつらは、みんな、 やっぱりその地位を守りたいがためにさ、うん、まあ本当にさ山谷とかまあ橋本聖子とかだってこいつらの処分なんてもうんら処分ないのと一緒じゃんって,党,だって党の役職停止って言われてもなうん、うん、役職につかないだけ、うん、だけど選挙は大丈夫なんだよいけ、うん、ないよねこんなのね、うんらあれじゃないしかも何ら説明もしない うん、さあ、ずうさうしさ、まあ、平沢勝英もしょうがねえなっていう感じだよね、うん、こんだけもさ。やっぱりでもさ、1000万以上とか、まあ、500万以上が処分の対象って言ってるけど、うん、500万っつったってすげえ金額だかんね、うん。そうやで、500万は。だから500、ね、500万以上か以下かってその線引きも何ら,ら合理的な。 あれはないわでもこんだけやっぱりさ1000万以上のやつがゴロゴロ並んでっていうか2000万のやつもいるっていうのでやっぱ異常だよね。うん、もでしかもこれバレた分だけだからね。<laughs> うんそうそうそう、うん。バレてないのも含めるともっとたくさんありますよ。うん、絶対あるよ。絶対にある。だから荻生田、萩生田のあの金のなる机。 金あの机の中に2500万入ってたんです気づいたら入ってたんですっていう<れ>そんなアホな話よそんなアホな話ないよだからあの机の中には5000万入ってたんだよああなるほど一応申告したのは半分だけど実は僕の自分ゃんには便利な机があってお金がね湧き出てくるんですって言いたいのを我慢して2500万絶対そうだよね <laughs> システムとしてさ、金が入り込んでくるシステムを作り上げてるわけだから、うん、こうやってこうぐるぐる回していけばいくらでも金が入ってくるっていうね。うんうん、この金額のでかい奴ら特にそれにたけていたっていうことの証明じゃないのです。うん、本当にずずしい。それなのに、やめない。はもう終わってるよ、こんなの。 うん、しかしこのいろいろいろんな議員いますよね。うん。堀井学ってスピードスケートだったっけ折口選手ですよね。でその下に橋本聖子っていうのがいて、で松野博一官房長官でしょ萩生田も知ってる。えー、山谷絵里子も知ってるけど、三ツ林結城っていうのこれ。わかんない。これう丈夫 ?2950 万持ってますよ、こいつ。これ結構いいよね。 えー、これどういう議員なのかっていうと、ヒロさん、うん、三林ひろみさん、えー、こういう方ですね。うん、こういうなんか知らん人がいっぱいおるんやね。うん、いるんだよ。2900万、ねさ。さりげなく2900万,29万、当然安倍派ですけど、じゃあどういうやつなのかっていうと、えー、お兄さん。 はえ元衆議院議員でお父さんは元衆議院議員で科学技術庁長,長官でおじいさんは、えー、地元の町長さんをやっていたという超ウルトラバリバリの世襲<衆>、ね、と接種という、はい、お医者さんの資格を持たれているそうです。お でまあこの1年の中に三林まあ武田良太二階派のね元総務大臣で「記憶がないと言え」って有名になった人で林道夫さんは二階さんのあの節場会見の時に二階さんが喋れないから全部通訳して横に立ってた人でしょ。平沢勝栄は安倍晋三があんなにねアホだっていうふうに言われるけども俺が家庭教師やったんだからあれでもマシなんだって言っている人に嫌われる平沢克恵でもさこれ今と役職停止 これ9人いるけどこれ知ってる国民ってどれぐらいいるんやろいないねいないよねだからなんかようわからんけどもやっとした処分があの下されましたとでそれで、うんえー、なんかムカつくっていう感じになるやろこれだって役職停止半年とかになるとだって小田原清とか誰 小田原清吉これああ誰ですか？杉田妙何年千五百万ってすごい金額。杉田妙とかあと江藤正次郎あたりはなんとなくわかる。だけど<ん>他はなんかもう分からん人多くなってくるよねこのあたり。ちなみにあの、ね、小田原清吉さん何気に東京大学を出てモルガンスタンレの、えーの証券従業員を務めた後にあのー、まあ選挙に出て自民党になってると。えー でこういう人が1,240万円もらっているとか。うん、ねえ。で、開国処分だとしても結構いっぱいいるけど、まあ、高取修一とかも変なやつ多かったもんな、変な発言多かったもん、この人。そして丸川た,たまよも入っている。丸川たまよねえ、この人も。やめたらもう。 ね,ねどうですか丸川珠まさんうんどうですか下やってみるとすごくちっちゃい子なんだよねこの子そうなんやうんちょっとなんで拡大しておきましたああ百5 0ちょっとぐらいの感じうんあのなんか上杉さんとどっかで飯食ってた時になんか横通り,通りかかってうん小柄なんですね 結構いいよねううんでで、うん、でも態度はでかいと態度はでかと、ねうん、まあでもこれねあの翔太郎君をとりあえずもう戻しても大丈夫だろうと秘書活動復帰だっていうふうにこう言ってる場合じゃないよ岸田さん。え、てょかこれで支持率上がったらさどう思いますほんまさ。V 字回復ですよ。ね、多少ちょこっと上がるかもしれないけど。 まあ、自民党支持者の中にはさ、うん、何にもやらねよりはましだろうっていうような意見持つ人はいるだろうね。当然いるでしょ。うん、ね。で、もうこれで OK。これで心置きなくアメリカ行ってバイデンと、なんか、バイデンからまたなんか、物を押し付けられてみたいなさ。だが、普通の人は、うん、ちょっと、うん。 何も感じないよね。うん、感じないね。これさ、例えばだけどさ、えー、要するに離島勧告を受けて、うん、世耕も塩野屋も、明今明名教止水の心境ですって言って、議員を辞めるとかね。あ辞める。っていう、うん、っていう方だと、少しはさ、うん、ようやく、 潔いやつが現れたかっていうんでさ、うんうん、自民党にとってもプラスになるはずなんだが、うん、もはや誰も自らその馬場を引こうとは誰もしないっていう。うん、うん。それがもう自民党の終わりを象徴してるわけじゃん。はい。常日頃党が、党のために、国民のためにとかってかっこいいこと言うが、実際はやめない。うん。うん あの二人は、例えばその、もうやめ、一回やめればさ、だけどやめるとね、さっきも言ったけど先生じゃなくなるし、もうなんか、一回権力を手放したらもう二度と戻ってこないっていうのはさ、うん、やっぱりこの、この世界の鉄則だから、絶対に手放さない。っていう。うん もう何やっとんねんということで、えー、全員議員辞職をしてですねでその上で再出発国民の審判を仰ぐこれがいいじゃないですか、うん、議員辞職したってすぐに選挙には出れますからねまあそれかもうあの一番いいのはできないと思うけど例えば議員辞職するんですよみんなでないあの裏金問題の人たちねでその上で茂木幹事長もねあの岸田総理も もうこれはもう我々ももう重く見ているのでやめるしかないしこれだけの政治不信を招いたのであれば議員辞職もする、ね、でそしてそれだけでは終わらないのでやっぱり解散・総選挙を行うべきだと思うっていうふうに言って解散・総選挙するこここれがもしできたら岸田さんすごいと思うよもう全員もうあの議員辞職させるんだとで、うん、お前らしろと。 で、議員職して、誠に申し訳ありませんでしたっていうふうに言って、で、次は辞めたんで、改めて選挙するんだと、すぐにね。で、これすると、多分ね、騙される国民多いと思う。うんけど、それはね、だって、でもそれだと落ちるかもしれないしとか、多分思ってるからできないんだよ。で、翔太郎戻っておいでって、多分俺の真実回復するから、戻るわけでいいだろ あーって感じだよね。はい。もう、というわけで、今日はちょっと裏金問題について処分が出たのでね、話をさせていただきましたが、えー、これね、ちょっと皆さんの意見もね、聞きたいところではありますが、あの、ぜひね、コメント欄に、自民党をね、見直したという人か、あの、こんなんで支持できるかっていうふうに思うか、いろいろコメント残していただけると嬉しいです。なわけで、今日も読書、じゃあねどうも。はい。今日もありがとうございます。電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなか。 メディア、ラジオ。いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のカンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。